今日一日何か面白いことあった？後でゆっくり話聞かせて。三が日が終わるとまた一気に世の中が動き出す感じがするよね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回は癒しをテーマに日替わりログインストーリー厳選7選でお届けいたします。年越しを思い起こしながら、冬ののんびりした雰囲気をお楽しみください。それではご覧いただきましょう。どうぞ。こちらは12月19日公開のストーリー、月夜のうさぎ、見ていきましょう。秋、見てみろ、今夜は満月だ。うん、ほんとだ、綺麗なあ。来年もまたみんなで月見ができたらいいな。まあね、秋の十五夜も一緒に見ましたからね。いいけど、今度は虫の音が聞こえる場所にしないと。そうだな、どこかの宿を借りてもいいかもしれない。ぴょんぴょん。え、どうした？いや、今ウサギが跳ねていったんだけど。ん、こんな街中で？うん、表参道あたりに見えますけどね、この背景は。うん、あの形状は間違いなくウサギだった。積もったばかりの雪みたいに真っ白な、こんな野生とかでいるんですかね。心根が清く夜通し祈りを捧げる男でさえ、鳥かぶとか咲き月が明るく輝く晩に狼に変わる。月狂いの話は昔から有名だが、本当に月の光にそんな魔力があるのか。満月の夜には暴行や犯罪が増えると聞いたことはあるけど、科学的な根拠はない。まあね、引力があるとかそういう都市伝説的な話は聞いたことありますけど、どうなんでしょうね。ああ、もうこんな時間か。続きは帰って読もう。今夜は満月だったのか。ずっと店の中にいたから気づかなかったな。ぴょんぴょん。なんでこんなところにウサギが？もしかして迷子か？なんとかして捕まえないと。まあでも確かに飼いウサギの可能性はあるもんね。ほら、こっちへ来い。なあ、大丈夫だ、お前を元の家に返してやれ。はあ、すばしっこいな。ぴょんぴょん。ウサギってこんなに光ってたか？キャー、誰かー。行かないと。お前、車に気をつけろよ。ぴょんぴょん。優先順位が入れ替わりましたね。ねえ、なんか騒がしくない？それが近くでひったくりが出たそうだ。幸いにも偶然近くを通りかかった警官によって犯人はすぐ捕まったらしい、荒木田さんによってね。へえ、こんなに綺麗な月の下で野暮な真似をするね。ああ、まったくだ。まあそれにしても情報が早いけどね。ぴょんぴょん。ウサギ？そうだね、ウサギだね。ほう、妙なところにいるものだな。月からの使者か？そうかも。このウサギ輝いて見える、月光のせいかな。ほら、おいでウサギちゃん。ぴょんぴょん。ん？あれ、どこ行くの？振られたな。ああ、俺は好みのタイプじゃないんだって。ちゃんと家に帰れるといいね。この情報は追わないんだね。今夜は明るいな。ああ、そうか、満月だから。ぴょんぴょん。おや？じー。や。こんばんは、どこから来たんだい？ちら。なるほど。月の方から。帰り道は分かっているの？さすが行動心理学のスペシャリストですね。ウサギの心理まで分かるんですね。コク。そうか。それならよかった。
ん？石？これを俺にくれるの？コク。ありがとう。大事にするね。うん、そんな思い出があったんですね。瀬尾さん、メガネならかけてますよ。メガネかけながらメガネ探しちゃうパターンのやつね。メガネを探してるわけじゃないんだ。昨日の夜、誰かから何か大事なものをもらった気がして。メモは取ってないんですか？まあ、瀬尾さんの持病としてね、何かこう心を揺さぶるような出来事があると記憶から抜け落ちてしまうっていうのがありまして、ウサギから石をもらったっていう出来事を忘れてしまってるんだね。そうだね。暗かったからね。夢だったのかもしれない。あれ？瀬尾さんのポケットから何か転がり落ちたよ。え？石？あのね、それ月の石だと思う。博物館で見たことある。それってじゃあウサギからもらったのかもね。瀬尾さん、ウサギにモテそうな顔してるし。いや、どういう顔だよ。はい、俺もウサギからのプレゼントだと思います。そうだったら嬉しいな。まあ、ピントは来てなさそうだけれども、でもよくね、その推測が立ちましたね。不思議なことが起こる月夜の晩、いたずら好きなウサギがこっそり地球に遊びに来ているのかもしれません。ウサギが出てきた時点ではただの癒しエピソードかなと思ったんですが、なんかちょっと不思議な感じのお話でしたね。こちらは12月14日公開のストーリー、事前調査見ていきましょう。ふう、やっと昼休みだ。司さんもお昼ぐらいは仕事しないで休憩した方がいいですよ。いいえ、仕事ではありません。個人的に気になっていることがあるので調べているだけです。夏希、この映画は見ましたか？あ、それ今話題になってるサスペンス映画ですよね。俺も気になってるんですけど、まだ行けてないんですよ。確か主人公が警察官で、相棒の警察犬と共に連続殺人犯を追う、まさに朝霧さんのようですね。今気づいたけど、司さんの好きそうな感じ。あの予告編は見ました？まあ CM でちょろっと流れてるやつだな。では公式サイトのロングバージョンの予告編を見てもらえませんか？え、いいですけど。あ、面白さ、不穏な感じが漂ってますね。ただ犬死にそうじゃないですか？え、途中で相棒の名前を叫んでるシーンがありますし、不吉な銃声も響いています。ああ、でもサスペンスですし、普通に犯人に誰かが撃たれただけっていう可能性も。それでクライナーには及びませんが、この犬ものすごく可愛いと思いませんか？クライナーはね、朝霧さんの可愛い犬だよね。はい、可愛いです。どんな可愛い犬が無残な殺され方をしたら、観客の犯人への憎しみが一層大きくなると思います。だから盛り上がりを作るために、あえてこの可愛い犬を死なせるということもありそうで。もしかしてそれをずっと調べてたんですか？はい。ですが映画自体のネタバレを避けていたらなかなか見つかりません。まあそんなシーンあったら重要なシーンですもんね。そこだけ知りたいっていうのは難しいでしょうね。まあネタバレになっちゃうよね、どうしてもね。数日後、ありますよ、そういうサイト。イサギくんに相談したんですね。まあクライナー預けたりもするような関係性ですからね。え？あるんですか？あ、はい。映画に出てくる犬の安否を確認できるサイトです。ワン？なら、ぜひ教えてください。それでは。アドレス送りますね。海外のサイトなので英語ですけど。ええ。問題ありません。有益な情報を提供していただき感謝します。うん、でもよかったね、知ることができて。さあ早速調べてます。ほう、素晴らしいサイトだ。あの映画の犬は死なないことも分かったし、これで安心だな。それにあらかじめ犬の死ぬ映画のリストを作っておけば、今後うっかり避難することも避けられる。死なないリストの方がいいんじゃないの？まあでもどうなんでしょうね、そっちの方が数が多いか。で、リストはできたんですか？はあ、途中でやめました。
映画の中とはいえあんなにも多くの犬が死んでいるなんて、まるで地獄のリストを作っているような気分になりました。まあそうなっちゃいますよね。そりゃそういうのだけ選んでるんだから当然ですよ。まあ映画も山ほどあるからね。朝霧さん、俺と同じ気持ちをしてないといいけど、同じリストを作っていたのかな。安心して映画を見に行けたものの、思わぬダメージも負ってしまった刑事さんなのでした。まあね、犬は癒しですけれども、サスペンスとなるとね、どうしても血生臭くなっちゃいますからね。こちらは12月6日公開のストーリー、芸術を楽しもう、見ていきましょう。さて、みんな準備はいい？うん。瀬尾さん、かわいい。その帽子ね、保護者、お父さんみたいな感じで癒されますね。うん、大丈夫だよ。イクトさん、あんたに参加しないの？自ら汚れる催しに参加するほど暇じゃねえんだよ。一人スーツですもんね。あれ？じゃあ、なんでここにいるんだろう？まったく。瀬尾さんの行動を監視するために決まってんだろ。でかい紙にペイントアートなんて、大事故が起こる未来しか待ってない。いいか、瀬尾さんの不祥事は未来の俺の傷になることを忘れるな。何も起きないように精一杯努力するよ。保護者に保護者がいたということですね。いや、努力はいいんで、なるべくおとなしくしててください。子供の怪し方。あの手や筆を使って自由に書いていいんですよね？うん。筆でパシャーってやったり、手でペタペタしたり、何も考えず好きな色を好きなだけこの紙に書いて OK だよ。まあ芸術に正解はありませんからね。楽しそう。よし、じゃあペイントアートスタート。まずはピンク色で、やっぱピンクが好きなんだね。えい。おい、ペンキがこっちにまで跳ねただろうが。じゃあもう少し遠くから見てた方がいいかも。えい。うわ、くそ、盛り上がってますね。やったね。水色の手形で描いたら花になった。なるほど。ほんとだ、とても綺麗だね。じゃあ俺も。わあ、イサキくんすごい、腕を使ったアートだ。まあそういうアートのセンスとかもあるんですね。何かとね、才能があるのがイサキくんですよね。じゃあ。そうだ、目をつむって何も見えない状態で描いてみるのはどうだろう。瀬尾さん、絶対にやめてください。頭打って死にたいんですか？シオンくん、さっきの一緒にやろっか。スルー。わかった。せーの、えい。あ、おい、こっちに跳ねさせるなって言ったよな。あ、ごめん。でもそこにいたら絶対に跳ねちゃうと思う。まあスーツだからね、嫌でしょうね。クリーニング代高そう。ふざけんな、俺は参加してるわけじゃねえんだよ。だいたいなんだその色使い、青が多すぎる。黄色をもっと使え。よくその冷静な判断できますね。潔。それから潔、足にばっか書いてないで堂々と真ん中に書け。性格が出てますね。あと瀬尾さん、それ以上ペンキの缶を足元に置くのはやめてください。これを全部混ぜたら面白いと思ったんだけれど、もう違うこと考えてる。地獄色を作ってどうするんですか？たく、そもそもお前ら全員揃って遠慮しすぎだ。ガセ、本気でペイントアウトするならこれくらいの勢いで。こうやって思いっきり筆を振りかざせ。イクトさんのスーツが、もうスーツのことは諦めたんでしょうね。吹っ切れちゃいました。ペンキまみれに。まあ芸術っていうのはそういう細かいことは気にしちゃいけませんね。この季節は全てが芸術に見えるね。落ち着いてる。もう他人行儀じゃんって感じだけどね。最後にはスーツにペンキがつくのも気にせず、人一倍体を張って
参加する状況なのでした。結局熱血なんですよね。こちらは12月9日公開のストーリー、夢に隠れる深層心理、見ていきましょう。ふんふんふふふん。ゴーさん、ずいぶん機嫌良さそうだね。はい。実は今日とっても楽しい夢を見たんです。ほう。気になるな、どんな夢だ。夜道を歩いていると幽霊に出会って、もうこの時点で不穏な始まりですけどね。取り付いてやるとものすごいスピードで追いかけられる夢です。それ楽しい夢なの？悪夢なんじゃ。それで反撃しようにもなぜか走ることしかできなくて、必死に走って逃げる中、たくさんの知り合いが僕のことを応援してくれるんです。新藤さんやクソガキさん、菅野さんに檜山さん、僕は皆さん笑顔で手を振ってくれるんですが、僕は立ち止まることができないので、とりあえず走りながら手を振り返しました。沿道で応援してる観客とランナーみたいな感じかな。あんなに走ったのに一度も転ばず爽快ですごく楽しかったんです。なるほど。夢は自身の深層心理を反映しているという。ゴーはとにかく走りたがっているのかもしれないな。そうですね。ガンダ、霧島さんたちのジョギングに同行させてもらいます。ふむ。夢といえば、私は先日おぞましい悪夢を見た。どんな内容？ああ、この世から全てのレバーがなくなる夢だ。大好物のレバーね。はあ、言葉に出すこと自体が罪となり、レバーと言いかけては霧島やゴーに止められてを繰り返す。レバーがなくなり言葉にもできない。これは悪夢以外の何者でもないだろう。それはつまり、九条さんは深層心理でレバーを求めているということでしょうか。そうだな。自分で言った理論なんですけどね。カナメ君は何を思ったんでしょう。レバーを求めているのはいつものこと。きっと今日もレバーを食べたいアピールだと悟る高校生なのでした。なんか大人の方が幼い感じがして癒されるエピソードでした。こちらは12月10日公開のストーリー、小さな窓を開けて、見ていきましょう。じゃじゃん、これを持ってきました。アドベントカレンダー。おお、クリスマスまでの日を数えるカレンダーだよね。うん、研究室に置いておこうと思って。まったく、また余計なものを増やしやがって。日付を確かめるときにめくる楽しみがあるのはいいんじゃないかな。やった、瀬尾さんの許可ももらったし、この壁際に置いておくね。というわけで最初の1日目は僕がめくります。あ、マシュマロだ。白クマの形だよ。開けるとお菓子が出てくるのかな。かわいい。別の日、ほら、今日は潔くんの番。そんな、俺なんかにはもったいないです。そんなことないよ、ほら。じゃあ、ペンギンのクッキー、マゼランペンギンかな、動物詳しいもんね。わあ、これも凝ってる。明日はなんだろうね。また別の日、まだカレンダーの窓開いてない。肉球型のチョコレート、全体的に丸くて小さい猫の肉球かな。後でみんなにも見てもらおう。いやー、癒しエピソードですね。さらに別の日、誰も開けてないし誰もいない。子供は放っておくのは秩序に反するからな。自分に言い聞かせてる。開けたくて開けてるわけじゃない。ん？キャラメルか？この形はクマか？確認させたいが、俺が開けたことを指摘されるのはシャークだ。
証拠隠滅だな。まあでも結局美味しくいただいたのね。またさらに別の日、この間いつの間にかカレンダーが開けられてた。中身の報告がなかった事実からして犯人はイクトさん、もう分かっちゃってるんだね。ということはまだ開けたことがないのは瀬尾さんのみ。うん、みんな同じこと考えてそう。瀬尾さん、今日の中身は何だろう。ん、ほら、枠が置いたアドベントカレンダーです。あの開けるとお菓子が入ってるので、よかったら開けてみてください。俺が開けてしまってもいいのかな。ええ、見ての通り今全員手が離せません。他に敵人はいないかと。大鳥ですね。うん、わかった。それじゃあ開けるよ。随分と可愛い贈り物だね。何が入ってたのかな。中から出てきたウサギの飴に顔をほころばせる教授を眺めつつ、癒しめくるチャンスをあげたいという願いが叶ったことに面々は笑みを浮かべたのでした。いや、あったかいエピソードですね。こちらは12月12日公開のストーリー、誘惑に打ち勝つ。舞台は荒木田さんのご自宅、寮のようですね。見ていきましょう。サエコさん曰く、大掃除のコツは少しずつでも確実にこなしていくこと。サエコさんは寮母さんだよね。うん、数週間くらい前からやってけば終わるだろう。いつも大掃除には不満が残るからな。今日は本棚の整頓だ。うん、この本は鈴木先生の短編集の文庫版。あの話短くまとまっててすげえ泣けるんだよな。読みたくなってきた。誘惑が湧いてきますね。でもここで本を開いたら、まあ、掃除は進まなくなりますよね。やめておけ。片付けを進めた方がいい。本を開いたら延々と読み続けることになる。そうだな。まずは必要なことから手をつけるべきだろう。土星論なんですけどね。頭の中の鈴木先生が、よし、片付けを続けるか。まずは一勝ですね。誘惑に勝ちました。ああ、これ陽さんに勧められた本。淡々として読みやすい割に描写や展開がえげつなかったけど、最後は泣けるんだよな。少しだけなら読み返しても。葛藤してますね。そして無言。ほーん、創生がそれでいいならいいけど、うん、そう言われているような気がするんだね。頭ん中の陽さんが、はあ、何か言ってくるわけじゃねえけど、冷め切った圧がすげえ。まあ、遠回しなね、言い回しをしてくる方ですからね。作業を続けるか。あ、なんとか2勝目かな。あ、クソガキから借りてた本。あいつの進め方はいつも熱が入ってて、聞いてるだけで面白い。それだけで楽しそうなのが伝わってくる。つーか、この本返さねえと仮パクになっちゃうからね。けどもう一回読んであいつに感想伝えてやりたいし、もう一回読んでくれる優しさね。その少しだけならいいよな。あ、これはついにいっぱいですか。2勝1敗な展開でしょうか。結局その日は本を読みふけてしまい、ついにいっぱいをしましたね。本は返却できたものの、片付けは後日に流れたのでした。まあ、読書の秋とね、この年末の大掃除っていう境目だからこそ迷っちゃうんでしょうね。この誘惑と戦う姿、癒されました。こちらは12月17日公開のストーリー、憧れのこたつ、見ていきましょう。あの、何かすごく大きな荷物が届いてます。うん、私だ。昨日こたつとこたつ用の布団を注文した。
え？こたつって、あのこたつだよね。あ、あのこたつだろうな。よっしゃ、これでこの冬はぬくぬくだな。いや、今でも十分暖かいだろ。ふっ、分かってねえな。こたつの暖かさは特別なんだよ。冬でもタンクトップだけどね。で、こたつどこに置くの？この部屋には合わないよね。まあ洋室だもんね。そうですね、使ってない部屋がありますし、あそこなら。よし、早速設置しよう。任せてください。俺も手伝います。さあ、どこに設置するんでしょう。よし、一応客室になってんのかな、ここは。できた。九条さん、これで今日からぬくぬくこたつ生活を始められますよ。まあ洋室っぽいけどね、和室はなさそうな屋敷だもんね。そうだな、これで完璧。ん？どうしました？はあ、みかんを用意するのを忘れていた。お、大変だ。まったく。別に大変じゃないだろ。みかんなんてなくてもこたつはこたつだ。まあ超大ごとみたいな言い方だったもんね。ではみかんはありませんが、メロンならあります。持ってきますね。より高級になっちゃったね。皆さん先にこたつに入ってのんびりしていてください。おい、お前文句言ってたくせに一番最初に入ってんじゃねえよ。別に文句は言っていない。今でも十分暖かいとしか言ってないもんね。うん、暖かい。マジかよ、辛めが寝そうになってるぞ。では私も。ほう、これは想像以上にいいものだな。今夜はここで寝るとしよう。バカ言うな。ダメだ、ちゃんとベッドで寝ろ。まあ持病がありますからね。よし、俺も入る。皆さん、お待たせしました。メロンと温かいお茶ですよ。ん？ああ、メロンか。ありがとう。もしかして寝てた？みんな溶けてる。来いよ。宮瀬もこたつ入れよ。僕が入ったら定員オーバーになっちゃいませんか？ま、あと一人ぐらい余裕だろ。じゃあお邪魔して。まあ、九条さんもね、全員入れるぐらいのサイズをきっと買ってるでしょうから。ぬくぬくですね。こんなぬくもりを知ってしまったら、もう知らなかった頃には戻れない。家族の温かみ的な意味なんでしょうか。深みを感じますね。ふん、大げさだな。お、振動が起きた。は？ずっと起きていたぞ。さあメランは食べましょう。うん、日本の究極の癒しって感じだよね、こたつってね。この冬はみんなでこたつに集合することが多くなりそうです。というわけで今回は癒しをテーマに厳選7選でログインミニトークをご紹介いたしましたが、いかがでしたか？まさかの初こたつの場面も見られたり、さりげなく新事実が日々明らかになっていくのがこのログインストーリーの魅力かなと思っております。年をまたいだストーリー紹介になりましたが、今年も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトでやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。最後は初こたつを経た九条相馬さんのキャラクターボイス沢城千春さんのお声とともにお別れです。また次回もよろしくお願いいたします。世の中には知らない方がいいことの方が多い気がしないか。それでは。